その手に触れた、お布に触れてどうですか博士、成功ですか？うーん、失敗だな。えー、またか。でも今までと違うくてね。あの、あの君自身も全部つけてるんだよ。どういうことですか？うん、服もつけてるんだよ。けどね、服だけじゃなくて君もつけちゃってる。えー、それはそれですごいじゃないですか？ でも服だけつけなきゃ意味ないじゃん。うんー、そっかー。うん、あ、あ,あ、待って。隣の研究室の学生たちは、みんな。あれ、すけ、服だけ透けてる、どういうこと。あ、成功だ、成功だ。これ成功だ。み、見て、あ、君はでも。なんか。全部透けんな。え。え。君って服。君って服。人間じゃなくて服なの、君。いや。人間ですけど。うん、だよね。え。でこっち見たらさ。 みんな服つけて裸なんだよねで今ださ普通だったらさうわーやったーってなるでしょ成功した何十年かかったけど成功したーってなるはずなのに君つけちゃってるからこっちが気になっちゃって喜べないなえー、僕はつけてるんですかうん僕以外は服がだけつけてるうん君は服も君もつけてる君服なの僕は服じゃないです服着てるしだか服が服着てる状態ってことかな何言ってるんですかわかんない これどうしようかなこれ、なんか発表するにもさ、みんなに言うにもさ、なんか、服透けるメガネ発明しました。そして、服透けるメガネでも透けない人がいます。この人は服です。っていう子、これ言わなきゃダメじゃない。何言ってるんですかだから君も発表しなきゃいけなくなっちゃうよ、これ。どういうことですか君が服だってことの方が驚きだからさ。え、な、ユニクロ君いや、違います。人です。ちょっとややこしくなっちゃったな、これ。どうしようかな、これ。もう何言ってるんですかこの父。 Uh huh